私は YouTube の世界からやってきた。ゲンゴロウとかタガメって書いてある。ゲンゴロウとかタガメとかオケラとか書いてある。ふざけんなよ。俺ほんと無理だって。これはすごい。なんか汁が出るとか。これはこれは、私はアニメドラゴンボールの世界からやってきた宇宙の帝王フリーザですよ。キエーイ。そしてほほほほ、私は YouTube の世界からやってきた阿部晋三です。キエーイ。森田さん、いやいや、なんと、はい、森ーザに変身してしまいました。森ーザってこれ悪い大人の計画にね、乗っていただきましたよ、こちら。いやいや、これ変身するまでに時間がかかりすぎるっていうね、はい、まあね、てっきりなんかスーパーサイヤ人みたいにワーンっていくのかと思いきや、そう、本当だったら一瞬なんですけどね、カメハメの打ち合いぐらい長い時間ちょっとかけまして、はい、ね、ベジータとのギャリック・ホートのやつで次の週に行くみたいなね、はい、続くみたいなね。そうなんですよ。おお、来ましたね。もうちょっとできるかわからないけど、ちょっとこれ見てる方一体どういう気持ちで見るんでしょうね。わかんない、なんでってなってると思う。53の質問ということで、はい、で、はい、まあ、平塾長とですね、はい、森哲さんに53の質問をした後のフリートークっていうことですもんね、はい、フリーザトーク、フリーザトーク、フリーザトークだったらもう戦闘力53万とかナンバー79の惑星だとかそういうことになっちゃいますから、もう何か食べながら、そうやってることが結構ね多いんで、まあ、やるということで、はい、この私もですね、はい、ちょっとお土産を、はい、持ってきたんですよ、はい、こちらですね、ベジータさんが、はい、ナンパさんと、うん、あの食べた異星人をですね、あの持ってきたんですよ、ね、ベジータが茶色い髪だったとこ、はいはい、見えますこの異星人をね、うん、はい、ベジータの髪色も戦闘服の色も定まってなかったところ、ね、定まってなかった時ですよ、はい、バラバラでしたもんね。緑色なんすかこれ。これあのナメック星でちょこちょこ歩いている、壁とかに歩いている。ちょっと待って、ゲンゴロウとかタガメって書いてある、はい、ゲンゴロウとかタガメとかオケラとか書いてある。絶対にそういうのが用意されてるっていうのはね、もう分かってたの。そう、うわ、イモムシや、こうイナゴとか、うわー、はい、やば。まあこの私フリーザというか、はい、まあ、ドラゴンボールだったらもうこういうの食べてるであろうというゲテモノカラーです ね、はい、完全にそうです。こちらをですね、はい、持ってまいりました。ハチの子とか書いてる、悪い大人がいるでしょ。え、これは何なんですか結局。これウーパールーパー、ウーパールーパーウーパールーパーらしい。2人で召し上がっていただこう。いや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 、私もえ、私も悪い大人いますよ目の前に。いや、何でしょう。いや、ここはそのね、悪いトランクスの髪が下がったみたいなやつがいるんで、ね、そうそう、やっぱじゃんけんでしょ。じゃんけん、ほらちょっとね、ほら早く早く、いやだって、やだって、人にいいですかって言って、やだって、そんなに嫌なの用意して、しかもさ、ゲテモノ用意したら仮装がかすむじゃんかよ。確かにね、そう、確かに確かに、いろいろ用意しよう、いろ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 かすみますから。そう、そういう、うわー、これもう虫ですよ、虫。これはやばい。ゲテモノ どこで買うんだ、そもそもこれ。どこに売ってる、早稲田は結構知ってる。うわうわ、もうやばい、うわ、これちょっとわかります、これ。いや、えげつな、やばい。俺さ、もう今日帰れなくなるってもう飯買ってきますんでって言った時点で、あ、もう絶対なんか怪しいなって思う。じゃあ行きます、はい、行きましょう、はい、どっちにしますか、勝った方にしますか、負けた方にしますか。負けた人が食べる。勝った人がどれかを選んで、負けた人がそれを、それしましょう。あ、でも3分の1になるだけでも、でもよかった。いや、でもふざけんな俺ほんと無理だって。でも3分の1になるですもんね、はい、はい、最初はグーじゃんけんぽん来ましたよなんでよ、来ましたなんでよ。じゃあ最初はグーじゃんけんぽん。おお、じゃあ、もう一番嫌な人から見えない。じゃあまずあなたが一番食べたくないもの。そうですね、言いなさい。一番食べたくないもの、はい、一番食べたくないもの、これはきついなっていう、っていうの。あ、やっぱウーパールーパーの唐揚げですかね。じゃあこれが行きたいってことなのねウーパールーパーが、ね、おかまみたいになりましたけどわかりました。じゃあタガメにしてあげましょう。来ましたよ、タガメにしましょう。ちょっと食べれそうですもん。おそう、これ食べれそう、美味しそうだもん。うなぎおるし、頭良いの。あの、いや、マジでリアルに吐くよ。いやいや、それは、いや、もう撮影関係ないからね、こんなの。タガメ、大きなタガメ、これこれ言ってちょ、いや、もう触るのも嫌だって
早く食べなさい。ちょうどこうやって土下座してますから、こうやって。ちょっと待って。食べてください。もう、いや、もうやだ。ちょっと見せていただいて。ちゃんと見せて。ちゃんと。うわー、これはすごい。俺、こういうの食べなくてもいいように仕事頑張ってきたのに。それよく芸人が言うやつ、ね。そうそう。でもやられてる職業違いますからね。こんな白塗りの2人を置いといて美味しいところを持ってくなんてどういう神経なの。本当ですよ。わざと負けるとは。違う。信じられない。えぐいぞ。こっち側を見せてあげて。こっち側を見せてあげてごらん。えぐいぞ。はい、えぐいて。ね。はい、ガードマンね。はい。どうぞ。ちょっとじゃあちぎっていい。いや。いや、それはもうカプッと。カプッと言ってください。頭からもう。はい。そう、はい。もうちょっと、もう少し、口でいった。いった、パキって言ってる。もう、あれ意外と。いやー、え味が悪くない。味が悪くない。はい、それじゃあ、また来週。いやいや、終わるんですか。ちょっと、平塾長が食べるだけ。食べるだけ。え、ちょ絶対ダメ。もうね、無理だ。あのタガメ食えたらちょっとすごすぎる。え、じゃあ行きましょう。はい、2回戦よ。俺はもういいでしょ。いやいや、何言う。それはもう。ゲーム性が全くなくなっちゃうわ、それ。最初はグー、じゃんけんぽい。シャー、来ました、来ました。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、復讐ですね。あなたは、どれが一番食べたくないの。あなたは、どれが一番食べたくないのかしら。タガメでしょ、どう考えても。ということは、タガメをお食べなさい。いや、考えて、他の映ってるんだからさ。まあ、タガメのレンちゃんですか。他のを見たいわけじゃん。もう関係ないから、もう関係ないから、もうでもやっぱりこう、味か、どんな味かっていうの全然平塾長伝わってないから。味ですよ、すごっ。あ、結構バリバリと。いや、まずいじゃん、これめちゃくちゃまずいじゃん。どんなまずさというか、どんな感じなんですか。なんか汁が出るとか、なんか青リンゴみたいなやつなんですよ。青リンゴ、青リンゴ、え、カニ普通には青リンゴジュースとか、はあ、あの青リンゴ、食べたのに分かんなかったの。いや、味なんか全然分からなかったよ。乾燥剤とかなんじゃないかな、多分。うわ、青リンゴがーって言いながら食べる人いないよ。匂いとか風味は完全に青リンゴだけど、だもう今も青リンゴだけど、しょっぱい。そうなんね。あの、僕も口に入れてこうちょっと噛むというか、はいはい、味を感じるぐらいまではいけるんですけど、うん、そこからね、噛み締めてこいつを体内に入れるっていうところがね、もう人間じゃ無理。やっぱり私たちは人間じゃないわ。なぜ用意してきたんですこれを。いや、2人は楽しく食べるかなって。いや、食べるか。食べないですよ。3回戦。あ、どんどんこれじゃんけんでやっていく感じです、これは。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。最初あ、じゃあ僕命令したから、じゃあフリーズ様の。ああ、ちょっとウーパールーパー知りたいんですよ、私。確かにね、やっぱりそうだよね。これでもちょっと美味しそうじゃないですか、レモン汁とかね。そうそうそう、ウーパールーパーで食べるもんじゃないでしょ、絶対。あの、なんかね、シシャモっぽいらしいですよ。うん、頭からいきましたね。タガメが残ってる。え、ね、タガメ、それもタガメの味も、それはもうタガメの青りんご風味が全然消えない。ちょっと待って、俺ね、ちょっと涙出てきた、さっきのやつ思い出して。うん、シシャモに近いは近いか。シシャモの味、うん、味はでも違いますね、やっぱ卵ないんで。ああ、爬虫類ですもんね。そうですね。俺は公園しなきゃいけないんだ、俺。分かってる。あの、この距離で見るとちょっと顔に迫力あるわね。まあでもこれは食べれる。ああ、そうなんですね、魚みたいな。じゃあ次フリーザ様にちょっと行ってもらいましょうかね。もうそうですよね。だから芸人の私が3回勝ってるっていう、この時点でもう見てる人は本当に良くないなっていう風に見てますからね。いや、森瀬さんのチャンネルだからまあいいんですけど、スパチャ Thank you、 もうスパチャが来てる。ほんと、これはもうゲンゴロウでしょ。ゲンゴロウって一匹と言わず、もうガシャッ。あそこでなぜタガメを選んだ。どう考えたって芸人に残っとかなきゃいけないのがタガメなのにさ。厳しいな。まずかったタガメ。だってもう田舎でも飛んでるでしょ、もうだっぴょんぴょん。もうゲンゴロウしかないっすね、やっぱり。これ、ゲンゴロウしかもう一匹と言わず。うわー、ちょっとこれ見た目 G じゃないですか、もうこれもう。見た目 G ですよ、これもう。うわー、ちょっと。あ、G って C のことか。なんだよ、コックローチのこと。いや、僕なんかだってゲンゴロウの G かと思ったもんだ。ね、私がね、味を伝えますよ、ゲンゴロウの。はい、お願いします。いきますよ。
あいつ苦っ。苦いんだ。へぇ、なんかお尻が、あ、いや、ごめんね、やべ、ちょっと待ってこれ。いや、あのね、はい、本当に田舎でこけて口に入った昆虫の味。へぇ、もう昆虫、あの異物、異物。うわぁ、あぁ、味が広がる。水をくれ。わかりました、頼む、水をくれ。あ、あります、ここに水が。あ、そうそう、水があった、水があった、そうそう、水分取らない。バカ野郎。もっとも入ってないわ、無理じゃないわ。お口直しを。お口直しが、これはね、そうそう、奥で。うん、ジューシー、バカ野郎。あ、もう味が混ざってる、やばい。お腹痛い。うわ、いや、ちょっと、いや、広がる。口にから出した時のこの帰りの匂い、なんですか、このぶわって。あ、出ていかないわけね。いかないです。復活の F するわけね。いや、もうそうです、匂いがね。じゃあ、時計回りでオケラ、タガメ行ったからオケラなんか俺行けそうな気がするんですよね。オケラだって、アメンボだって、みんな生きているんだ、友達なんだ。あ、はいはい、これはね、小エビ。これもちょっと食べてみてん、あの、いけるよ、食べてみてんって、うん、いや、オケラも結構グロいよ、ほんと。これはいける、これはいける。あらー、ちょっとゲンゴロ一人さよならしちゃった。いや、これもグロい。どうです？まあまあまあ、確かに大丈夫ですね、これ。でも、だってイナゴみたいなもんですもんね。そうでもなんかね、保存してるなんかやつがあるんだろうな。それの匂いがすごいね、やっぱ匂いは臭い。いただきます。あ、エビだわ。そうなんですよね、小エビの感じで、うん、あ、でもエビと違う。ただね、美味しくはない。匂いがエビだと思って食べたら、殻、エビの殻。そう殻のみ。絵の具みたいな匂いがする、うん、あ、そうそう、絵の具みたいな匂い。じゃあちょっと時計回りということで、ちょっと森哲ちゃんね、これちょっと言ってみて。これ何？サナギみたいな。あ、蚕のサナギが。蚕のサナギ。イナゴの佃煮。何？蜂の子。蜂の子。蚕のサナギ。イナゴはね、うん、イナゴはだって食べたことありますもん、普通に。蚕か、これが。うん、いや、ちょっとどんな味なんですこれ。うん、韓国で売ってるやつですね。あ、韓国、うん、ちょっとフリーザ様、ちょっとぜひ。もう匂いからグミみたいな感じで、プチってなってる。一番いいやつ、それ。汁出てくるみたいな。何これ、プチってなってる、なんか。何これ。じゃあ、塾長も、はい、もうさぁ、当然アレルギーなんだよね。そうですか、幼虫アレルギーなんだ。え、これ見た後食べるの。ガッ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 。うわぁ、あぁぁぁぁぁぁぁ。もう編集の時の音量が大変だわ、もう。何にもトークじゃないですよ。俺も食べてるだけで。だから俺を入れるからよ。いや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 、そんなこと言って、俺らが2人で食べながらトークすると思った。美味しそうに食べながらやるわけないやろ。メインがもうモリーザなのか、もう昆虫なのか、トークなのか、3つあるんですよ。いや、もう3つともやれや。そういうもんじゃないから。ブレるんですよ。ブレるんだよ。いいんだよ、ブレたって。いいもの全部入れようよ。蜂の子はどうなんだろうね。蜂の子ってなんか美味しそうですけどね。大丈夫、全然大丈夫です。テレビのバラエティと違ってどんどん下がってったよね。最初にタガメ選ぶからね。ああ、全然大丈夫。レーズンみたい。本当、うん、いや、もう蜂の子は全然大丈夫。なんで俺こんなことせないかんの。レーズン、ああ、本当ですね。これは、うん、イナゴは食べたことあるから全然、うん、もう知ってる味。うん、あ、うん、これうまい。もう広げ、二人ともちょっと麻痺してるよ。イナゴはもうイナゴですよ、美味しい。うんうんうん、へぇー、もう全然大丈夫、うん、これは食べ物でも何でも食べたことあるし、ね、うん、ああ、友達がよくね、送ってくる。あ、そうなんだ、うん、最後はまあ、平さんのゲンゴロウでお別れということで。いや、もうゲンゴロウはいい、ゲンゴロウはいい。ゲンゴロウ食べてる。いからー、やめろよ、お前ら。いからー、やめろよ。やめろよ。話せー。待たせたな。話せ、話すんじゃないぞ。魔界コンサート。いい音、いい、すごい。パチパチキャンディー食ってるみたいよ。パリ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 って。くっさい。うんこだよ。
ね。それはそれは言い過ぎですよ。苦いってさっき言ってたよだって。はい、これねやっぱなんとかね掃除しないといけないっていうところがあるんで、うん、急な振りはちょっと申し訳ないんですけれどもこういうですねお掃除は、まあ、このお掃除はしてないんですけれども、うん、まあ、ハウスクリーニング宇宙一というですね、はい、ナチュラル洗剤合成洗剤を使わずお掃除をしていくっていう会社をですね、はい、このフリーザのお友達のバンバンバン山本さんがですね、はい、経営してるんですよ、はい、で今ちょうど閑散期なんですよね。ああなるほど。もう9月の後半から、うん、11月までまるまるお仕事ないんですよ。なのでですね、概要欄でもいいんで、誰かお掃除頼みませんか。お掃除東京23区また西東京市また埼玉の方でですね、うん、バンバン山本さんがジャールキャルピーに乗っててお掃除をしてですね、まあモノマネも一つや二つもやるという。おお、なるほど、はい、いいですね。そういうのもありますね。ぜひぜひ宇宙一にですね注文をしてみてください。よろしくお願いいたします。虫の除去はやってないですか。虫の除去はやってないです。蜂の除去とかゴキブリが入らないようにお掃除をするっていうのはできますね。なるほど。ゴキブリが G が、はいはい、入るのがエアコンの室外機の横のドレンホースっていう蛇腹のホースがあるんですよ。なるほど。そこの穴の方から入っていく。ああなるほど。これはね本当に入るんで。さすが G に詳しい F、はい、G に詳しい F です。 G の前にありますからね。ややこしいですけどね。なるほど。ぜひぜひねお掃除頼んでみてください。よろしくお願いいたします。僕のお口もお掃除して最後はお掃除ということで、じゃあ全部お口。いや、俺じゃないじゃん。全部お口に。全部お口に。いや、ちょっと。全部お口に運んであげてください。行きましょう。じゃあ、皆さん、これ見てください。よし。これ、行きますよ。はい。宇宙人行きを行きます。宇宙人。はい。フリーザー参りますよ。すごい。カフカカ。カフカカ。バカ野郎今すぐチャンネル登録とグッドボタンを押さないと殺しますよ。キー